22分になりました、はい、東京有楽町日本放送の制作で福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています、はい、あっこのいい加減に1000回、番組では今週もメールとファックスをお待ちしております。あなたがお住まいの地域のお天気の様子や最近の出来事、番組を聞いての感想、あっこさんへの質問や相談など、メール、ファックスの内容何でも OK です。メールアドレスは小文字で AKKO、 あっこアットマーク 1242.com、アッコアットマーク 1242.com です。ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。そして12時台後半にお送りする電話で参加していただくクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる、番組でのアッコさんの発言や番組の中でのエピソードがクイズになっております。4択のクイズです。電話に出て問題を聞いていただければ間違いなくわかるというとっても優しいクイズコーナーです、はい、正解されると賞金1万円を差し上げます。メールやファックスをくださった方でレア番号が書いてある方は自動的に出場のエントリーとなりますんでね、チャンスがあります。出場ご希望の方は必ず電話番号を、そして匿名でも構いませんが本当のお名前と住所も書いておいてください、はい、抽選で選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけますが、5回コール以内に出てくださらないと失格となって他の方に回答権が移ってしまいます。選ばれた方と電話がつながってからクイズの問題を読み上げますので、ラジコで聞かれている方のように多少タイムラグがあっても安心して参加いただけるコーナーです。で、来週はナインティナインの岡村さん、矢部さん、お二方お迎えしますんで ね、このアコちゃんに叱られるがお休みになりますんで、はい、ぜひ今週チャレンジして1万円をゲットしてください。はい、はい、ということで、もうすでにいっぱいメールも届いてるんですけど、あ、そうですか、はい、あの、ソラミさん、千葉市の方です。女性の方です。はい、ソラミさん。はい、アッコさんの、私は人間ですの発言、めっちゃ面白かったです。そうですか。はい。はい、ユーモアに溢れていて、大変盛り上がったんでしょうね。盛り上がりました。ね、ありがとうございます。あと、大分からはラジオネーム、嬉しい、はい、誰がゴリラやねんさんからいただきました。はい。トランスフォーマー、ビースト覚醒の玩具ですが、はい、ぜひ、次は、ゴリラからアッコさんへ変身するバージョンを作ってください。なるほどね。これはね、あくまでも仮定の話ですからね。こうなったらとかって、で、タカラトミーさんは私が言うのも僭越ですけれども、まあ一番知名度があって、清潔感があるっていうので選んでくださったんですよ。清潔感ですね。なんやねん。だから繰り返して書いてあるのも読まないやつが私に対して言うんじゃねえよ。言うんじゃねえよって子供が聞いてる。言うんじゃないわよ。子供が聞いてるって、いろんなところの子供が聞いてる。トランスフォーマーをね、楽しみに子供たちは遊ぶわけですから、はい、そうです、そうです、はい、言うんじゃねえよ、ね、すいません、本当に私が悪かったです。でも甘えびおじさんもね、アンバサダー就任おめでとうございます、はい、ありがとうございます。記念にアッコさんのおもちゃも作ってくださいっていうのをいただきました。こういうのね、こういうお仕事いただくと子供対象だと思うと、まあ親子で楽しめるっていうけど、やっぱり自分を律するよね、うん、なんか子供の夢を壊さないようにちゃんと真っ当に生きていかなきゃいけないっていう、やっぱりその CM をするってことは、その企業さんを、うん、そう、企業を背負ってるからね、ということですもんね、うん、はい、気をつけます。はい、あとミュージックフェアの感想もいっぱい、ああ、ありがとうございます、好評でした、はい、はい、ミュージックフェア見させていただきました、はい、歌も素晴らしかったのはもちろんですが、はいはい、麦茶と炭酸割りを飲んだ感想麦茶は麦茶、ソーダはソーダで飲んだ方がいいと、そりゃそうやもん。まず言うと飲まさないと、トークも盛り上がりましたし、はい、あとはですね、おこたんぺさんはミュージックフェア拝見しましたよ、はい、私のような若輩者がこういうこと言うのは失礼に当たるかもしれませんが、はい、本当にかっこよく、そして可愛らしかったです、はい、ありがとうございます。もうあの鐘を鳴らすの、あなたの前にね、あの恩師思い出して泣いちゃって、はい、あのカメラリハーサルで歌えなかったからどうなるかと思ったんですけど、私もオンエア見ました、はい、そしたらあのちゃんと歌えてたんで、でエンディングが長かったんで、あそこで笑うとか安堵の気持ちを出せばよかったんですけど、もうあそこでまた終わったっていう涙が出そうだったんで、結構大変でしたけど、おかげさまでありがとうございます、はい、大好評でした、はい、ホコタンペさんもあの本当にいい加減1000回で聞いてましたけど、この番組で、はい、あの鐘を鳴らすのはあなたへの大変な思い、はい、心がこもった歌声に涙が出ました、はい、ありがとうございます、失礼いたします、はいはい、引き続きメールファックスお待ちしております、はい。